まあ、あのカバー株式会社新スタジオをね、設立ということで、いやーすごいですね。ちなみに、ね、団長はまだ行ったことないんだよ。そう、27億円のスタジオということで、いや正直ね、カバーさんやりすぎなんじゃないですかって思うぐらい、ほんとなんか国内最大級の設備ということで、団長も思うんですけど、やっぱね、こうやって機材とか、まあそういう設備とかに還元してくれるのはね、いやーすごい、もうリスナーさん思いというか、そして演者思いというか、まあ団長もね、 ASMR 機材にまあ1000万以上かけてんでね、まあ、ちょっといやそれとは規模が違いますよ。27億ですよ。27億って、以前からもね、まあ、スタジオはね、でもすごかったよ。団長もね、カメラの値段とか知らんかったけどさ、1台900万すんのあれなんかね、前々から注意喚起というか、スタッフさんがこれ絶対に触れないでください、ちょっと触れただけでもちょっと計算が狂うのと、あと壊したらマジでやばいんでみたいな、こんなこと言われとったんよ。もう初期はすごいね、毎回注意されてたの。そう、マイク、これは、これ壊したらやばいね、ノエルさんみたいな